ははい、えー、皆さんこんこにちはミナショリサーチのです、えー、ただいまあですね1月の30日の火曜日ですね、えー、午後の2時29分ぐらいになりますけれども SBI ・ FX ニュース始めていきたいと思います、まあ、昨日ですけれどもですねアメリカの金利が低下またはユーロ円の売りですねこういったところが重なりましてドレンですけれども1円の下落という形となりました、えー、そしてニューヨーク市場ですね、えー、入りまして、えー、アメリカのですね 米政府の借入額というのがですね第一次元の借入額というのの見通しがですね発表されたわけですけれどもこちらがかなり減額されていたというようなことがありましたこちらを受けてまたさらに金利が低下するというような形となっていますそして今日の特集ですけれども今日はやはり FMC が始まっているということもありましてなかなかですね手掛けづらいという形となっています、まあ、そこらへんもう一度ですね詳しく見ていきましょう はいえー、こちら見てもらってますのが、昨日からの一日通してのドレンのグンチャートなんですけれども、昨日朝方148円の3、4という高値がありましたが、そこからは戻り売りに押される展開、148円ちょうどまで,です、ねえー、値を下げるというて、えー、形となりました。そしててて欧州勢が入ってきますと、この148円を下下抜けて下落。 アメリカの直近金利の低下とともに147円の71まで値を下げるという形になったんですけれどもそのがまた再び買い物しの動きとなりました、えー、一目の転換線ですね147円の73にあったものですからやはり こここら辺ががですすね転換線が意識されますと、えー、そをを下値を拾う動きも強まったとというところです一旦は148円の丸級まで買い戻される場面がありましたけれどもその後はユーロ円の売り等がですね、えー、入る中で一気にまた戻りに押される展開147円の5級まで値を下げますそしてしばらくは147円台の半ばでもみ合いをしていたんですが見てくださいこ,っちここのところ先ほども冒頭でもお話し,しましたように米政府がですね第一次関 一三月期のですね、米政府の借り入れ予想額というのが、米財務省の方からですね、発表があったわけですけれども。こちら八千百六十億ドル従来の数字がですね。七千六百億ドルに減額されていたということがわかりました。こちらをきっかけとしまして、アメリカの金利十年債利回りで四点。丸五六八パーセントまで急激な低下となりますと。ドル円も二十六日、先週末の安値、七円の四六を下抜けまして。一時百四十七円の二六の安値まで。 売り込まれるという展開となったわけですまあただその後はですね引けにかけましては147円の54まで買い戻しが入ってニューヨーク市場を引けるという形となっていますそして今日の特許を見てくださいこちらです朝方こそ147の53までしか戻りがありませんで昨日のですね戻り高値の54を上抜けることができないとなりますとえー、戻り売りが先行しました先週末の、えー、昨日の安値、ね、7円の26を下抜けて一時7円の20の安値まで値を下げる場面があったんです。 ですけれども、まあ今日は30日のご答日ということもありまして、実時の会ですね。中根にかけては観測されますと、147の4級まで買い戻しの動きという形となりました。まあ、ただその後はですね。また再び147円台の4丸を挟んで行ったり来たりという状況がですね。今も現在続いているという形となっています。 まあこちらの5分チャートのほうから分かることですけれども、まず入浴時間の高値でしょうね、148円の丸級というところは、この5分チャートの方からは戻りのメドとして意識されているということが分かります。こちらししのチャートでも確認しましょう 奴隷の冷やしのチャートがこちらになるわけですけれども、奴隷はですね、昨日もお話ししましたように、一目のこの転換線に沿うような形で綺麗な形で下にを切り上げてきてたわけですけれども、昨日はこの転換線を下回ってきました。ですから、やはり今日も転換線、昨日同様に147円の73にあるんですけれども、やはりここがですね、いずれにしましてもポイントになってきているということが分かります。 下サイドに関しましては今日の東京時間の147円の20もそうなんですけれどもその次で言いますと25日の147円の丸9というところもポイントですねそして24日の安値の146円の66や一目雲上限の146円の44といったあたりもですね、さらにポイントになってくるというところです。 上サイトに関しましては、定点感染の147円の73を上抜けますと、入浴時間の高値の8円の09、そして昨日の高値の8円の34、そして24日の高値の8円の40、さらに言いますと、23日の高値8円の70や、19日の年取来高値の8円の80といったあたり、こちらが上値としてはポイントになってくるというところです。 はい、え、それではユーロドルの方も確認しましょう。ユーロの分チャートがこちらです。昨日はユーロドルの売りが目立ちました。あ、欧州時間ですね。やはりデギンドス E. C. B. 副総裁、がですね。インフレと成長率の下振れリスクに直面しているというようなですね。発言があったんですね。 先週の木曜日25日には、ラガルドイ・シビ総裁が定例記者会見で述べたこととほぼほぼ同じようなですね、やはり弱,弱気の発言が出たというようなこともありまして、両首脳からですねこういったあ発言が出る中で、有売りが強まるという形となっています。先週末でには1.0813を下抜けて1.0796というところまで値を下げるという形。ただ、入浴時間午後にかけましては、アメリカの金利の急激な低下とともに1.0841 ままで買い戻しが入りましたそして今日の東京市場も1.0842まで値を上げているわけですけれども、えー、こちら、先ほどからもお話してますように、200日ですね、こちらが1.0842にありまして、200日のところがですね相当意識されているということになってきています。こちらもししのチャートで確認しましょう 今こちらですね、見てもらってますのが、この200日土曜金連日お話してるんですが、200日を下抜けて売られるんですけれども、ヒゲとなって結局、買い戻しが入って終わってたというのが、今までのパターンだったんですけれども、昨日、ようやく200日を下抜けて引けたと、こんな状況です。で、今日も高値が1.084二なんですけれども、この104二というのが200日土曜金なんですね。ですから、この200日をいずれにしましても上回るか下回るかといったところ、終わりのベースで、今日 今日もですね、で当然のように意識せざるを得ないということになっています。下値としましては、昨日の安値の1.0796もそうなんですが、雲の下限の1.0776、 そして12月の8日の安値ですね、1.0724という安値、こういったところもですねサポートとして意識されるということになりそうです。戻りとしますと、昨日の高値の1.0858や1目の転換線ですね、1.0864といったあたり、こちらも戻りのめどとして意識されているということになりそうです。それではですね今日予定されていますものの済指標を確認していきましょう。 はい、こちら見て待っていますが、協予定されて主な経済指標ですね、今日は6時に1 2月のドイツのです、ね、GDP の速報値、こちらが発表となります、そして6時半が12月、イギリスの消費者信用残高とマネーサプライ M4、そして19時が12月,12月のユーロ圏の GDP の速報値も予定されています、同時刻には1月のユーロ圏の消費者信頼関数の確定値、そして9時にはメキシコの GDP の速報値も予定されていますね。 そしてニューヨーク市場入ってきますと、11時、11月のアメリカの住宅価格指数と、ケースシラー社が出します住宅価格指数。そして今日一番重要になりますのが、アメリカの12月の米雇用動態調査、ジョルツと呼ばれています、求人係数ですね。こちらかなり重要になってきます。そして1月のアメリカの消費者信頼関数も予定されています。また、翌12時半にはナーゲルドイツ連銀総裁の講演も予定されています。そして今日から FMC ですね、1日目が始まります。 まあいずれにしましてもですね、やはりですね、日経。 FMC を前にしまして、かなり神経質な展開ということになりそうですけれども、日経平均も今のところ88円高という形、一時220円を超える上昇となったんですけれども、なかなかですねここからは上げ幅を広げることができませんでした、今、とりあえずプラスではありますけれども、上げ幅を縮めるような展開となっています。そしてアメリカの金利も今、2ベースほど下げていまして、4.0529%、やはりこちらですね、金利の動向はかなり神経質な展開にならざるを得ないというところでしょう。 まあこちらもですねありまして、奴隷に関しましてもポジション調整中,中,中心の動きいになっているというところですので、そういったところもですね加味しながら新神経質な展開が予想されるということになりそうですそれでは今日の解説をおい,いたします。